皆様こんにちは。今回は久しぶりに使い切りコスメをご紹介します。まずこちらビフェスタ泡洗顔を3本使い切りました。こちらは今もう洗面所に1本、お風呂場に1本置いているので4個目5個目もリピートしています。本当に今まで使ったことないようなモコモコな泡で出てくるので、すごい洗顔が楽しくて、で朝洗顔しない人だったんですけども、朝も洗顔するようになりました。で忙しい朝とかにわざわざ泡立てネットでこう泡立てなくても、本当にモコモコの泡が泡で出てくるので、すごい面倒くさがり屋の方にもおすすめです。でこの洗顔は洗い上がりも全然突っ張らなくてもちっとしています。そこもすごい気に入っているポイントですね。角質ケアケアとしっとり保湿と引き締さっぱりの3種類あるんですけども、私はこのブルーの角質ケアケアとピンクのしっとり保湿タイプ3種類使ってみたんですけども、この2本をリピートしています。やっぱり毛穴角質っていうのはすごく気になる部分ではあるので、このブルーもおすすめだし、でもこう炭酸泡洗顔とか炭酸パックとかこういう炭酸系が初めてだよっていう方はしっとり保湿タイプを私的にはおすすめします。炭酸に慣れてない肌だと初め血行とかも良くなるんですけど、炭酸効果でピリッとするので、なんで炭酸洗顔とか炭酸パック初めて使うよっていう方は、私はしっとり保湿のモイストタイプをおすすめします。これは多分皆様からもいっぱい買いましたってコメントやリプもらってるので、使っていただいた方も多いかなと思うんですけど、使ってみたらわかります。病みつきになります。はい。あとこれはすごいお値段が安いですよね。私の近くのドラッグストアでも500円台で売っているので、本当コスパもいいです。どれぐらい持ちますかっていう質問もいただくんですけども、だいたい1ヶ月ちょいぐらい私は持ちます。なんですごいコスパもいいです。そして次化粧水で、しばらく使い切りやってなかったので溜まってるんですけども、ハクの化粧水とエレクシールの化粧水を2本ずつ使い切りました。これは何度もスキンケアルーティーンや使い切りコスメでご紹介しているので説明は不要かなと思うんですけども、もうこれを使い切ってからリピートはしてないです。もう だいぶ長く使ってたんですけども、お肌がちょっと慣れてきてしまっていて、自分に合っていて、でトラブルもなければこのまま継続でもよかったんですけども、トラブルが私あるので、特に今年の春本当にいつも以上にこの口周りのニキビだったりとか、こう普段できないこのフェイスラインにもニキビができて、でなかなか治らなくて、ちょっとこれはもういい機会だから思い切ってスキンケアを変えてみようと思って、はい、スキンケアを変えました。なんでとりあえずもう今はリピしてません。はい。ただこのハクもエレクシールもすごい参考にして買いましたとかいっぱいコメントいただいていて、で買えちゃったんですか、買えちゃうんですかみたいな感じで思っちゃう方もいらっしゃると思うんですけど、でもこう私きっかけでそれを知ってもらって、で実際使ってみて自分がいいと思って、自分のお肌に合うと思って使っていらっしゃるんだったら、そのなんて言うんだろう、それはそれですごい光栄だし、私がこう変えたからって、なんでって悲しい気持ちにならないでほしいっていうか、なんて言うんだろう、せっかく一緒にしたのにみたいな感じでそういうコメントもいただくんですけど、でもまあ私が変えてもこれがいいと思って使い続けた事実は変わらないし、それがその使っていただいている方のお肌に合っていて今満足してらっしゃるんだったら、それはそれでいいのかなと思っています。意味わかりますかね。はい。そしてハクの美容液、はい、しばらく紹介しなかったので3本使い切りました。何があってもこのハクの美容液だけはずっとリピートしてたんですけども、これなんですよね。一応最近までストックがあったので最近まで使ってたんですけど、今これもリピートするかすごい迷っていて、ここ1週間ぐらいはもうリピートしてなくて使ってないです。せっかくこれを続けていたので、やめてシミ騒がすできたら嫌だなとか思ったりとかもするんですけども、なんか一回今まで使ってたものをやめて肌の様子を見てみたいっていうか、なんかそんな気持ちがあって、とり
りあえずやめてみようかなと思って、まだ1週間ぐらいなんですけども、白の美容液もお休みしてます。ほんとね、同年代だったり私より年上の方は分かっていただけるかと思うんですけども、まあでも人それぞれ違うかと思うんですけども、ほんと私29から今の31、いやもっと言えばこの30から31にすごいこう肌が老いていくのを感じていて、みんな平等に年を取るので老いていくのはしょうがないんですけども、でも未だに肌トラブルも起こるし、で年齢とともに肌質も変わっていってるし、毛穴もすごい気になってくるし、なんでちょっといろいろ試してみたいなっていうか、今の自分に合ったものを試しています。なんでこの白の美容液もちょっとお休みしてみようと思ってます。小さいシミそぼかすが出てきているのでちょっと怖いんですけどね、はい。そして白の炭酸泡状乳液、これも何本目かわからないですけど使い切りました。炭酸泡がちょっとピリピリするんですけど、本当に気持ちよくて使用感が好きで使っていました。でこの炭酸泡状乳液はだいぶ前に、まあ、なくなっていて、そこからリピートしてないんですけども、最近は乳液を使ってなくて、化粧水に美容液でもナイトクリームみたいな感じで、炭酸泡以来乳液は使ってないですね。これ自体はすごい好きなんですけども、コスパは悪いかな、結構高いんですよね。そしてこちら、アネッサの日焼け止めも使い切りました。これは今年2本使い切って1本は途中なんですけども3本買いました。去年とちょっとパッケージが違うんですけども、今年はリニューアルされていて、そのリニューアルされたおかげで全然割引はなくなっちゃったんですけども、こうより汗や水に強い効能になっています。デイリー使いにはちょっと重いんですけども、本当海やレジャー、スポーツにはとってもいいと思います。ルチルや私は今年約3本も、なんでそんなにいっぱい使ったかというと、タイに行きましたよね。タイが多分5月ぐらいかな。今年は日焼け止めデビューが早かったので3本弱使い切ったんですけども、やっぱりこれすごいなと思ったのが、グアムとかでもずっと何時間もシュノーケリングして潜ってたじゃないですか。でこれを顔にも体にも塗って潜ってたんですけども、グアムの紫外線は日本の7倍ですごい強い紫外線なので、じんわり黒くなってるとは思います。特に体とかはじんわり黒くなってるかとは思うんですけども、その焼けた赤くなったりヒリヒリするようなことがなかったです。でも本当に強い紫外線なんで、日焼け止め塗ってない地肌はすごい焼けちゃってめっちゃ痛くて、で地肌真っ赤になっちゃって、で日本帰ってきてから皮がむけて地肌の、それぐらい強い紫外線だったんですけど、顔と体はそんな風になることもなくて、で横着して太ももの裏だけあんま塗らなかったんですよ。そしたら見事に太ももの裏だけちょっと赤くなってしまっていて、なんか今年はこのアネッサの凄さを改めて感じました。こっち行った、はい。で1個は使いかけてまだあって、もう1個はグアムで使い切って捨ててきちゃったので、はい、1つになります。来年も私はこれを購入すると思います。そしてデイリー使いに使っていた日焼け止めは、こちらも相変わらず去年と変わらないニベアの UV ジェルです。これも去年の日焼け対策の動画と変わってないと思うんですけども、リピートした理由としては SPF50PA3+ なのに本当に使い心地がいい。デイリー使いするにはやっぱり使い心地がすごい大事なので、やっぱつけ心地が良くないとちょっと出かけるだけだからまあいっかって思っちゃうので、はい、これはつけ心地が良くて今年も使ってました。そして使い切ったアイライナーを2本紹介します。ジルスチュアートのステイントゥージェルアイライナー2番ブラウンと、メイベリンのエバーシャープライナー BR1 ブラウンを使い切りました。まずこのメイベリンのエバーシャープライナーは上半期のお気に入りかな、でも紹介しました。こうねじって開けるタイプなんですけども、繰り出したりしなくてもエバーシャープライナーっていう名前がついているように常にペンの先が尖っています。でそのペンの芯がすごく丸みを帯びているので、
書きやすいし痛くないし、本当にこれは画期的だなって思ってすごい気に入ってました。そしてブラウンなんですけども、しっかり発色してくれるし、とっても気に入ってました。ただなくなるのが早かったです。もうこれベスコスに入るかなっていうぐらい気に入ってたんですけど、ちょっとコスパの部分でなくなるのが早すぎたし、お値段とコスパでちょっとどうなんだろうって思っちゃいましたね。商品自体はすごいいいんですけども、中身があとどれぐらい残ってるかっていうのも見えないのでわからないし、こうある日突然開けたら芯が出てこないってなって、はあ終わっちゃったんだって、本当ある日突然なくなったのでちょっと焦りました。そしてこちらのジル・スチュアートの方は、このメイベリンに比べるととってもペン先が細いです。で割と細くて、こうこのエバーシャープライナーみたいに丸みがないので、ちょっと書くときに痛いかなって、多分エバーシャープライナーが書きやすすぎたのかちょっと痛いかなっていう感じはありました。でも落ちにくさで言えば、まあ、ステイントゥルーっていうだけあって、割と落ちにくかったです。なんですけどこれもなくなるのが早い、もう出てこないんですよね。でこれは旅行中になくなってしまってすごい困りました。やっぱりこう削るようなアイライナーがいいのかなって思っちゃったんですけど、でも削るようなアイライナーはアイライナーで、こう削りを忘れてしまうと不便だなって思うから、これも内容量 0.1g って書いてるんですけど、ほんとなくなるの早かった。このペン先とかもこんなに可愛くて、ドレッサーに刺してあってもテンション上がるし、ポーチに1個忍ばせておいてもテンションが上がるコスメでした。で今年タイの購入品で紹介しましたもんね。しかもこればっかり使ってたわけじゃないのに、ちょっとお風呂場に置いてて汚いのであんまり見せたくないんですが、ラッシュのソルティーロックシャワースクラブです。これは去年の秋冬にいただいて、とっても綺麗なブルーで、すごい香りも爽快感がある香りで、お塩のスクラブなのですごいスッキリします。なんでこうちょうどいただいた時期が秋冬に入る時だったので、秋冬の間はちょっと使わなかったんですけども、今年の夏たっぷり全部使わせていただきました。使用期限ギリギリで使い切りました。泡立つタイプのスクラブなので、スクラブ効果だけじゃなくて、こう洗い上がったような気持ちにしてくれるので、普通の石鹸やボディーソープで体を洗わなくて済む。これを使う日はこれ一つで終わるので、洗いすぎずにケアをできるので、とっても気に入っていました。ただ私よく傷があるので、傷があるとすごい染みます。塩なんで本当いい香りで、すっきり洗い上げてくれるので、夏はとっても気に入って使っていました。 RMK のクレンジングバームを使い切りました。こちらは今のクレンジングバームを使う前に使っていました。台湾か香港かの購入品で紹介したと思うんですけども、はい、だいぶ前に使い切っていました。バームクレンジングはこれが初体験だったんですけど、本当にこうとろけるようなテクスチャーで気持ちいいんです。でこれはローズの香りがするので、いつもメイク落としするときにすっごい癒されていました。私はお湯で落ちるマスカラしか使わないので、全然リムーバーとかも使わず、このクレンジングだけで文句なくメイクは落とせていました。で固形状のバームなんで、旅行とかで持ち歩くときも液体漏れとか心配しなくていいので、便利なんじゃないかなって思います。ただずっと洗面所に置いてて、お風呂の外に置いて、はい、置いていたんですけども、もうすぐ使い切りそうだったので、お風呂に置いててもいいやと思って、最後お風呂の中に置いてたんですよ。そしたらすぐになんかカビ臭くなっちゃって、なんでお風呂での保存はできないですけど、はい、とてもいい香りで癒されるクレンジングでした。そしてちょっと使ったパックを紹介しようと思って置いてたんですけど、しばらく期間が空いちゃったのでちょっと忘れちゃいました。ほとんど皆様からいただいたものになります。ありがとうございます。まず私の記念日記は、コラーゲンマスク、アロエマスク、ヒアルロン酸マスク、酒粕マスク、ミックスベリーマスクを使わせていただきました。中でも私はミックスベリーマスクと酒粕マスクが好きでした。酒粕の匂いはもともと大好きなのと、このベリーミックスの香りもすごくいい香りで、
そして酒粕つながりでいくと日本酒のフェイスマスクを使いました。これは全然なんかヒタヒタしてなくてちょっと物足りなかったです。でも香りはすごい好きなんですよね、日本酒の香りが。なんで香りはとっても良かったんですけど、なんか潤いが足りない感じがしました。ルルルンのマスク、ルルルンの沖縄限定のゴーヤマスクがちょっとチクチクして肌に合わなかったっていうのを使い切りコスメで前多分お話ししてたんですけど、このルルルンの京都限定の3つのお茶由来の成分のマスクはチクチクすることもなく大丈夫でした。ちょっと参考にならないかもしれないんですけど、さらっといきます。そしてこちらがミノンのフェイスマスク、これは雑誌の付録についてたんですけども、すごい良かったです。なんかちょっとこうプルプルジェル状のマスクみたいな感じで、なんかシートもちょっとガーゼみたいな特殊なシートで、それにこうなんかプルプルのゼリーみたいな化粧水がついていて、本当結構初めて使ったような使用感でとっても気に入りました。見かけたらぜひ買いたいなって思います。あとこれは韓国の方から送っていただきました。わざわざ一つ一つ使い方も書いてくれていて、洗顔後一番のアイセラムを目元鼻周りに塗って、2番目にこのクリームを顔全体に均一に塗って、で3番このマスクを顔に密着させます。オゾンのフェイスマスク、ピュアスマイルのナチュラルオイルインマスクもオイルが含まれていてすごいしっとりしました。あと同じくヨーグルトシリーズのピュアスマイルだったりとか、超密着ガチャ型フェイシャルマスク、とってもひたひたでした。あとまたピュアスマイルのダイヤモンド、すごい可愛いんですよ。これもファンレーダーと一緒にいただいて、はい、ありがとうございます。ただちょっとだけ私の肌にはチクチクしました。でもすごい可愛いから癒されます。そしてツイッターにも載せたんですけども、進撃の巨人だったり、あとハクのマスク、これは化粧水の使用感とそんなに変わらないかな。ちょっとこうトロッとした液がたっぷり入ってます。上下別になっているので顔に密着しやすかったです。長くなっちゃったかな。はい、今回の使い切りコスメはここまでにしておきます。今日使っているリップはこちら、ジル・スチュアートのリップブロッサム08番です。前回の動画はこちらです。長くなっちゃいましたが、最後までご視聴ありがとうございます。また次回のビデオでお会いしましょう。さよなら。かわいいな、かわいいな、ルチ、リちゃん、リちゃん、かわいいな、お団子ちゃん。